サンタクララ駅で発車を待つキャピトルコリドーキャピトルコリドーキャピトルコリドーはアメリカ合衆国のアムトラックが運行するカリフォルニア州のオーバーンとサンノゼを結ぶ列車であるオーバーン発着の列車は1日に1本でその他はサクラメントサンノゼ間またはサクラメントオークランド間で運転されている都市間鉄道と通勤鉄道の両方の性格を合わせ持ち 平日と週末では運転本数が異なる。列車名は現州都であるサクラメントと最初の州都であったサンノゼを結んでいることにちなむ。なお途中では過去に州都であったバレーホやベニシアの近くも通る。この列車はしばしばキャピタルコリドーとも呼ばれるが列車名はキャピタルではなくキャピトルであるためこれは誤りである。この列車は カリフォルニア州交通局を通じて州の財政的援助を受けサンホアキンと共通運用でカルトランズ所有のアムトラックカリフォルニアと書かれた車両で運転されているしかしこの列車はアムトラックカリフォルニアには属しておらずキャピトルコリド広域行政組織の監督下にあり日常業務はバートの職員が行っているこの列車はアムトラックの路線の中では ノースイーストリージョナル、アセラエクスプレス、パシフィックサーフライナーに続いて4番目に利用者が多い。2013年度の1日利用者数は4661人。使用している車両の詳細はアムトラックカリフォルニア車両を参照。ありがとうございます。